東飛行兵から1976年11月5日は中華民国の軍人、政治家。旧名は柴香る。字は早尾。内モンゴルホルジン右翼前期の人。1918年春、日本に留学し、1921年に明治大学で法学士の学位を獲得した。帰国後は東三省陸軍工部堂第5期で学び。 1925年に卒業している。1927年冬、再び日本に留学し、陸軍大学校で学び、1930年に卒業した。帰国後は、東北変貌軍司令長官公所軍事秘書に任命されている。1931年11月、天津海原司令部参謀長に任ぜられ、さらに第105市参謀長に転じている。 1935年は秋、第105市、第1旅少将旅長に昇進。1937年には、第49軍副軍長となった。日中戦争が勃発すると、総集海戦や上海防衛戦に参戦している。その後、軍訓部で、検閲主任や正しく所長を務め、さらに第11集団軍総司令部参謀長に移った。 日中戦争終結後の1945年8月、軍事委員会委員長東北行営、副参謀長兼、中蘇軍事代表団団長となった。1946年冬に政権国民大会代表、1947年冬に雪のり国民大会代表に選出されている。1948年2月、安藤省政副主席に任ぜられ、同年5月には、 東北行長江政務委員会委員となる。国境内戦で中国国民党が敗北すると、東費公平は台湾に逃れた。台湾でも引き続き国民大会代表を務め、後に中華学術院東北研究所所長となる。また、国民党中央政策委員会副秘書長や中央党務顧問も歴任した。1976年11月5日、台北市にて死去。 去年81、ありがとうございます。